はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は提督の決断法ですね、続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、ようやく、本当にようやくになるんですが、アメリカの西海岸を攻略しました。で、その後ですね、艦隊の再編成を行っておりまして、今西海岸の方には、4個艦隊ですね、空母艦隊が4つ入ってるって感じですね。で、第1艦隊の方はですね、正規空母2隻に旧空母2隻、さらに防空艦が1隻という形の艦隊で、第5艦隊の方は、装甲空母が3隻に防空艦が1隻で、ここはですね、潜水艦が2隻に、あと揚陸艦を2隻入れているという、第5艦隊で、第7艦隊の方はですね、今虹に大和極みが中破状態なんで、2週間ね、修理が必要なんですが、戦艦が5隻、空母が4隻と、さらに防空艦も2隻ということで、この第7艦隊をね、主力にして、この後アメリカの本土攻略を行っていきたいと思っています。で、第10艦隊の方は装甲空母が4隻に防空艦が2隻で、第11艦隊はですね、潜水艦隊になっていて、この後ね、各艦隊に潜水艦を1、2隻ずつ入れてますんで、潜水艦が沈んだ場合ですね、補充するためにこの潜水艦隊も随伴させたいというふうに思っています。で、各艦隊に配備している空母の艦載機は、爆撃機はね、24の長距離爆撃機に統一するというのを進めています。完全にね、そういう状態にはなっていないんですが、で、この24長距離爆撃機の方はですね、夜間全天候型の爆撃機になってますんで、これであればね、昼夜問わず、かつ天候にも左右されず攻撃できるかなというふうに思っています。で、あとはですね、喜望峰とマダガスカル、つまりアフリカ方面軍ですね、こちらの方も艦隊を今進めてますんで、まずマダガスカルにいるこの第2艦隊を喜望峰に進めましょう。この喜望峰はね、本当にその絶対防衛ラインになりますからね、喜望峰を抜かれてしまうとかなり厳しいかなと。喜望峰から先には艦隊が入っていませんからね。で、第4、第6、そして第9艦隊ですね、これはですね、一旦ラプラタ沖に進めましょう。一度ラプラタ沖はダッシュしたんですが、再びイギリス軍に奪還されてますんで、これの再奪還というのが目的になりますね。で、一方のアメリカの攻略戦の方はですね、まずはメキシコ、こちらに艦隊を進めましょう。で、第7艦隊だけは、このまま西海岸に留め置いてドック入りですね。で、作っていく航空機は先ほど見ていただいたこの24の長距離爆撃機になりますね。1トンの誘導爆弾を積んでいる全天候型、昼夜発艦可能、そして何といっても航続距離7000を誇る長距離爆撃機ですね。これを作っていきましょう。実はこれ結構消耗が激しくてですね、最高速度が遅いというのもあって、結構ね、敵の直撃機に撃墜されてしまうことが多いんで、ここはしっかりと補充用に常に作っていきましょう。で、あとはこの後を見込んでアメリカの
東海岸に到達するためのルートは確保しておきましょう。諜報を、まあ、スパイですね、を送り込んでおきたいと思います。あとはドイツの支援のために艦隊をね、ちょっと用意してあげたいんですが、そのための艦隊をちょっと用意しますか。防空艦はね、敵の方もやっぱり空母を投入してくる率が非常に高いんで、どうしても艦隊にね、まあ、2隻ぐらいはできれば欲しいかなというところなんですよね。さあ、それでは艦隊進めていきましょう。敵の、ね、航空基地の場所は把握してますんで、あとは敵の艦隊の位置をいち早く特定してですね、一気にこれをね、叩いてしまうというのがいいと思います。あとはさっきも話したように、2次4の長距離爆撃機強力なんですけど、非撃墜率が高いんで、まあ、そこをね、どうやって補充していくかっていうのは一つのポイントになると思ってます。まずは見えている敵の航空基地を一つ二つと早めに叩いておきましょう。で、あとは敵の艦隊をいかに早く発見するかですね。まずは一つ、第二飛行場を破壊しています。今のレーダー、左下のレーダーを見る限り、ここにいますね、艦隊が。ここには戦艦が入ってるな。
ただ敵のアメリカ軍の方は空母はまだ出てないかな。足の遅い戦艦あるいは従順クラスは確実に沈めておきたいですよね。でちょっと夜になって敵艦隊の行方を見失ったんで、この間にね敵の航空基地を叩いておきましょう。まあ、護衛機もね24の爆撃機になっていることが多いんで、やっぱりね戦闘で空撃合戦になると消耗が激しいんですよね。あとは敵艦隊の行方をちょっと見失っているので、撤退しているのかどうかがちょっとまだ判断がつかないですよね。まあ、こんだけ偵察機飛ばしてて発見できないということは、おそらく敵の艦隊はすでに撤退しているんじゃないかなとは思うんですけどね。そうですね、飛行場の破壊とともにメキシコ西海岸は制圧済みということになります。味方の艦隊にはダメージはないですね。空撃の方はというと、第一艦隊の方は残りの航空機もまだまだ大丈夫かな。まあ、補充はね随時していくにせよ、
ここはね、まだまだスパイが入ってなかったんで、まずは偵察からですね。一つ航空機着艦してますんで、ここ早急に撃破しちゃいましょう。ここは空母が出てますね、敵の方も。敵の航空基地がどこにあるかだな。敵のね、偵察機の出入りを見ておくと発見しやすいですよね。ここだな。一つはここにありますね。ちょっと空母艦隊が2個艦隊だと爆撃力がちょっと弱いかなって感じはするな。1回の爆撃で1個艦隊だと敵の飛行場を完全破壊するのは難しいかな。まあ、ただ第3飛行場は時間の問題で、あと1個このここがね、きな臭いんですけどね。やっぱりな、偵察機が降りていきますね。よし。
ちらの方も、まあ、多少消耗はしてますけどね、補充でなんとかなりそうですね。アメリカ西海岸の攻略で臨時予算35,000、これは大きいな。さあ次の目標はですね、一応進軍ルートにあたる、まあ、アメリカのね攻略、東海岸攻略のためのカリブ海を取っておきましょう。ここですね。この後の艦隊の進行ルートはカリブ海、バミューダ沖で東海岸ですね。ではまずはスパイを入れられるところは入れておきましょう。やっぱり35,000は大きいな。そうか、ドイツ軍もこれを見るとアルミ不足なんだな。ただね、アルミはこちらも上げられないからな。どうしてもね、24の爆撃機数が全然足りてないんで。かといってドイツ軍がやられるのをみすみすね見ているというわけにもいかないので、しょうがない。じゃあドイツ軍に鉄、いやアルミ5000を供給してあげよう。でその上でまず輸送船ですね、これを20隻ほど作ってしまって、航空機は今作ったのでよしとしてですね、艦船ですね、前回空母と防空艦を作っているので、随伴する戦艦だな。そうなると11週間かかるけど、この巡洋戦艦を作っておく。二次型の戦艦ですね。虹ヤマト1が就航してるなら虹3ヤマトだな。極み型ではないっていうね、キー型ではないんですが、あとはね虹1234って作ってあるんで、今だと虹2ヤマト極み、24ヤマト極み、で今の23ヤマト、あと2次ヤマトがいるんで、ちょっとね、そう、7プラザの大好きな高校バー、21234の名前を付けちゃったんで、ソイカウボーイの方のバカラっていうところも好きなんで、そこのね、名前を冠した2次型のヤマトを作っておきましょう。あとは随伴する巡洋艦かな。空母が2個艦隊っていうのがちょっと寂しいといえば寂しいですけど、随伴する巡洋艦を、まあ、3隻ぐらいでいいのかな。ここは防空艦も入ってますからね。でもそうするとやっぱり空母がもうちょっと欲しいよな。こ
ここはね、新たに創設する艦隊の随伴艦を。駆逐艦はね、作らずにこの軽巡洋艦クラスで駆逐艦の役割を担ってもらいましょう。やっぱり速度っていう意味で言うと駆逐艦の方がね、圧倒的に優秀ですけど。白根って見るとね、思い出すのが中学の時の修学旅行が白根山に行ったんですよ。福島県ですよね、白根山は。そうか、二次型の装甲空母を作ると13週間か。13週間ちょっと待てないな。ってなると大砲型かな。虹の艦上戦闘機はまだ7週間かかるんだな。そうなるとちょっと余ったお金で、艦上の攻撃機も作っちゃいましょう。まあ、その頃にね、戦いを終わらせられていると一番いいんですが。風船能力はね、そこまで高くなくていいので、攻撃機もね、結局敵にさらされますからね。結局敵の対空砲火と直撃機にさらされますから。で、一応ステルス性能をつけて、これで最高速度が693か。で、爆撃能力は、まあ、急降下とかはいらないんで、120キロ爆弾じゃなくて500キロのロケット弾でいいでしょう。ちなみに800キロの誘導弾にすると、いや、ロケット弾でいいかな。で、航続距離一番伸ばして、攻撃機の方はどうする？ 6000 ぐらいにしとく？これで最高速度535キロか。で、レーダーをつけて503か。まあ、こんなもんかな。場から長距離攻撃機でいいかな。そうするとちょっと入りきらないんで、場から攻撃機にする。
で、今回はお金が足りませんと。開発費に5,010もかかる。うん。次回に回しましょう。ここまでやってなんだよって話ですけど、お金が足りないね。そうか、ラプラタを着取っておきたいんだけどな。イタリア近海もちょっと怖いんですよね。となると、オークランドに入れてる艦隊の一部潜水艦隊をイタリア近海に回すか。ちょっと動きが読めなくて怖いんですよね、イギリス軍が。アメリカ軍よりもイギリス軍の方が今だと力があると。いや、でもドイツ軍も結構あれですね、こうやって見ると航空機は充実してるな。日本としてはアルミがちょっとやっぱり足りてきてないかなって感じがあるな。アルミだな、アルミ。となると残っている残りの輸送船はアルミが取れるところに優先的に配備してあげるとちょっとはマシになるかな。といってもアルミも結構貴重な資源だな、こうやって見るとね。まあそう考えると、やっぱラプラタ沖を取ってしまうっていうのは重要だよね。ラプラタ沖見るとアルミ14ですからね。はい、では今回はメキシコと、あとフォークランド沖取りましたけど、やっぱりメキシコ取ったのが大きいかな。この後の進行ルートはメキシコから艦隊を出して、カリブ海、バミューダでアメリカに東海岸って感じですね。で、艦隊の方はですね、まあ多少なりとも消耗している、この艦載機ですね、これらを補充してから再び進軍していきたいというふうに思っています。というわけで、今回はここまでにさせていただいて、次回この続きアメリカ攻略戦続きをやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。